ありがとうございます。率直に今の気持ちを教えてください。フリープログラムでトリプルアクセルを降りれたのはすごい嬉しかったんですけど、その後のフリップオイラーサルコで転倒してしまったのがすごい今悔しいのと、全体的にスピードがなかったのとジャンプの安定感が少し欠けてしまったので、そこは少し悔しいです。綺麗な感じの曲は得意なんですけど、かっこいい系はあんまりやったことはなくて、この曲は最初の方はかっこよくて最後の方は綺麗に盛り上がっていく感じなので、後半は得意なんですけど、やっぱり前半は少し自分の中でも難しかった部分なんですけど、強い女性をイメージしながら演じました。でやっぱりジャンプの安定感とトリプルアクセル、やっぱり2本入れるのは今シーズンの目標でもあるので、それが成功できたらなって思うのと、スピンだったりも取りこぼしが今回あったので、それをもっと改善していって、自己ベストが更新できたらいいなって思います。でやっぱり表彰台には乗りたいと思っているので、表彰台に乗っても点数が自分の中では大切だと思っているので、ジャンプもノーミスでショートフリー揃えることと、見てる人が、すごいなとか、綺麗だなって思ってくれるような演技ができるように頑張りたいです。表彰台に乗ることとトリプルアクセルを2本構成で挑めればいいなって思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。改めまして東日本2位という成績振り返っていかがですか。どんな場所ですか。率直には、嬉しい気持ちもあるんですけど、やはり、完璧な演技ではなかったので、本当に心から嬉しいとは思わなくて、でもその伸びしろのある、結果だったので、そこは自己ベスト更新したんですけど、更新して嬉しいんですけど、でも伸びしろがある自己ベストだったので、そこは満足ではないけど満足です。決められたのは嬉しいんですけど、でも全然本当に無理やりつけて回転も足りてないって分かっていたので、それでもつけられるようにはしっかり成長してきてるので、そこは締めることができたのでとりあえず良かったかなと思います。セカンドさんをもちろんしっかりそこにつなげられるようにするために、1本目から綺麗な流れのあるジャンプを飛ぶようにするのと、あとやはり後半になるとスタミナが問題だと思うんですけど、やはりミスが出てしまうので、今回ミスは続かなかったのでそこは良かったと思うんですけど、後半の練習を少し強化した方がいいかなと思いました。そこを頑張ります。そうですね、先生がちょっとそのもちろん緊張しすぎないように冗談とか結構言ってくれたりするので、そこが少しすごい緊張感がほぐれたりはするんですけど、やはり全日本になると逃れられないので、緊張はそこは緊張もするけど、いい緊張になるようにしっかり準備をすれば自信が持てるかなと思うので、そうですね、全日本に向けてもう少しブラッシュアップしたいと思います。全日本ジュニアでは、しっかりいい演技を心がけて、そうすれば点数もしっかりついてくると思うので、いい演技をして、全日本選手権に推薦させていただくことを目標に頑張ろうと思います。頑張ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。表彰台に立ったお気持ちはいかがでしたか。本当に乗ると思ってなかったので、自己ベストで嬉しいって喜んでたので、表彰台乗れてよかったです。そうですね、気合はいつも入ってるんですけど全日本ジュニアにはもっと上手な選手がたくさんいらっしゃるので、それに負けないぐらい
頑張って全日本選手権に行けるように頑張ります。まあそのまあ MF のリンクにすごい上手なお姉さま方がいらっしゃるので、まあ、それを見本にしてスケーティングとかジャンプとかを見て自分でも やるようにしてるので、まあまあ、そのお姉さまみたいになれるように頑張りたいですそうですね、 もちろんオリンピックに出たいですし、まあそうですね、まあ楽しんでもらえる、まあ、スケーターになりたいです。まあ、世界で活躍できて、まあ、ファンの方が楽しんでくれるスケーターになりたいです。まずは今日は自分が楽しみましたね。はい、楽しみました。ぜひ全日本ジュニアも楽しんでください。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、早速今日のフリープログラムをこうやって見て感想をいただきました。そうですね、まあ、やっぱり一番はショートと同じぐらいいいコンディションに本番で持っていけなかったっていうのが、まあ、今回まず反省点だと思います。今回ショートは非常にいい感覚で演技することができたので、まあ、あとはそれをフリーに合わせるだけなので、全日本ジュニアまであと3週間ありますけど、またこれからちゃんとショートとフリー両方いい演技ができるように照準を合わせていきたいです。そうですね、まあスケーティングもですけど、全体的に体のコンディションがその、まあ、万全ではない状態で臨んだので、まあそうですね、やっぱり調子の底上げというか、そういうところをしっかりとやっていきたいです。まあ、今はとりあえずは全日本ジュニアに向けては、とりあえず今プログラムに入っているジャンプをもう100発100中で飛べるようになるまで仕上げていくっていうところが大事だと思うので、構成は上げないと思います。全日本ジュニアではやっぱりそうですね、ショートはもちろん、フリーも自分の満足のいく演技ができるように頑張りたいです。まあそうですね、表彰台一緒に出るメンバーにもやりますけど、やっぱり私は順位を気にしちゃうと内容が追いつかない時があるので、まずは自分のやるべきことをしっかりやりきるっていうのが今回の全日本ジュニアの目標です。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。全日本ジュニア出場おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを聞かせてください。今はもう素直にすごく嬉しくて、ちょっとフリップ抜けてしまったのは悔しいところであるんですけど、演技全体しっかりとまとめることができて、練習の9割弱は出せたんじゃないかなって思うので、すごく今ホッとしています。ちょっと今冷静になって考えると、ガッツポーズはやっぱりノーミスしてからもうちょっとしたかったなってところはあるんですけど、やっぱり去年すごく悔しい思いをした試合でもあって、正直昨日の夜から結構怖いっていう気持ちがあったんですけど、しっかりと気持ちで持っていくことができたので、それでガッツポーズ出ちゃいましたとショートとフリーの完成度をやっぱりもう少し高く質のいいものにしていきたいなって思っているのと、あとは全日本ジュニアをゴールと思わずに通過点って考えられるような試合になればいいなって思います。まだショートもフリーも今シーズンノーミスっていうのができていないので、しっかりとノーミスの自分が納得のいく演技がショートもフリーも全日本ジュニアではできたらいいなって思います。やっぱり全日本ジュニアに向けてだったり、今後にすごく自信になった試合に今回はなって、すごい東日本は多分今後何回出たとしてもすごい特別な大会になっちゃうと思うんですけど、やっぱり
東日本だけじゃなくて、これからもっともっと大きな舞台を目指していくにあたって、いかにどれだけ練習でできていることをそのまま試合でやるかっていうのがすごい大事になってくると思うので、そういう気持ちの面だったり、そういう精神的なものも練習から強くしていけたらいいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。まずは率直な気持ちを教えてください。フリーですごい綺麗に決めれたジャンプが全くなくて、もう後半になるにつれてどんどん焦ってきて、なんかショートでせっかくよくできたのに、フリーでこのままなんかボロボロやって、なんか全日本ジュニア進めないの嫌だなって思って、もう最後までスピンも頑張って、で点数出るまですごい長くて不安だったんですけど、なんとかいけてよかったです。やっぱりもうこの1年間ずっと全日本ジュニアに向けて頑張ってきたし、いろんな人にサポートしてもらって、これでいけなかったら自分も悔しいし、周りにも申し訳ないって思ったので頑張りました。ショートはブロックと東日本でどっちともノーミスできてるので、それを続けてできれば3回転3回転も組み込めるように練習して、フリーはブロックも東日本も結構ミスが出てしまってるので、それをなくすためにもっと詰めて練習していきたいと思いました。今回の東日本のフリー見た人は、なんかこの子なんで最終グループ入っちゃったのかなみたいな滑りになってしまったんですけど、最終グループ入っただけあるねって思われるような演技をしたいと思います。ショートは観客入るのか分からないんですけど、大勢の観客が入ってその前で披露するのは初めてなので、皆さんに感動してもらえるような演技をして、フリーでももっとかっこよく完璧なウィンターシンフォニーを見せたいと思います。応援してます。ありがとうございました。